heard things there, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. 来ましたね、今年もこの季節が。なんで、なんでそんな笑ってるんですか。今年もまた回そう。いや、やっぱめっちゃまたやってほしいっていう。ない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 、多くなかったですか。なかったですか。なあせな、お前去年のあの買い物の動画よ。買い物までは楽しかったんですよ。だけど買い物までは、うん、だけど2023年な、結構 YouTuber さ、はい、YouTube ももうやっぱり小手先じゃ、まあ、生き残っていけへんくなってるからさ、はい、やっぱこう長尺化してるやん。それの走りってあの動画やからな。あれから始まったっていう。じゃあ、あれを見てみんな参考にして真似してるから、はい、ああなるほど、うん。ヒカルとかも今めちゃめちゃ長尺やってるやろ。あ、やっぱあれを見て。どっかの動画で言うとったもん、あのジールチャンネルってあんねんけど、はい、あの長尺見て長尺やなと思ったって言っとったで、ね。はい、それ言っとったんですか、ほんまに。言ってない。今日の動画は、はい、あのセナ、さっき言っとってくれ。それに向けてどれぐらい回さなあかんかっていうのをイメージしとかなあかんから、はい、着地何分の動画にしたい今日は。15分ですね。15分。じゃあもうオープニングなんかすぐ止めなあかんでも。はい、もうこれで終わる。終わらなあかんね。オープニングはちょっとやっぱ長めでも大丈夫だと思う。まああれ商品紹介がだいぶ長かったから。長かったですね。今回は商品紹介はしません。もう怖かったー。はい、お疲れー。その場で買って、で終わります。で終わり、うん。まあでも僕はあの前回はね、ちょっといろいろとあったんで。てかタイがもう混んでよくない。もういらんやろ。用なしやで、お前。マジで。前回で勉強したんですよ、僕は。いや、もうめっちゃコメント入っとったやん、育児なし。入ってないですよ、あれは。めっちゃ入っとった。入っとったやん。男ちゃうな。入ってない。育児なし。何しに来てん。いや、入ってたの僕消してるんで入ってないです。まあ、妹、そんだけ散財してんのに、はい、まあ、兄貴見せろや、貸す。いや、入ってきたら30秒内で消してるんで、多分誰も分からないと思うんですよ。はい。今年な、もう買い物の動画とか、この買い物な、もうええかなと思っとったやん、正直。そうですね。うん。今年言い出したら大概から。私買い物行かないんですか。いや、それだけ気合入ってるってことですよ、今回は。そう。はい。まあやっぱり毎年な、はい、その去年の自分をこう越していかんとあかんから。軽々超えれますね。まあお前はな。俺は超えへん、はい、超えへんけど。俺立ち止まるけど。ちょっと前回が高すぎてね。じゃあ去年は、はい、なんていう、何年か我慢しとってやっとカバン買ったから。そういうことですね、うん。で今日はどこやった。渋谷やったっけ。今から、はい、109まで行ってセナの服買って。じゃあもう109とかの年ちゃうやろ。ちゃいますね、うん。あんなん厨房が行くとこじゃん、109って。そんなところなんですか。僕行ったことないんで全然わからないですよ。いや、109あれやで、はい、男2人とかで行ったら警備員に追っかけ回されるから。マジですか。俺10代の時行ったらずーっと一生ついてきた。そんな危ないところなんですか。いや、だから女の子用のショップばっかりやから、男だけでおったらおかしいやん。あ、そうなんですね、うん。とりあえず今日は原宿でイヤホンです。原宿で、はい。まあ今もね、もう首都高めっちゃ混んでるんで、やっぱ大阪とはちゃうわ。そうですね、うん。今日はね、東京で、はい、うん、やったのかな思ってるから。そうですね。ほんまに今日港区女子おるから。はい。あ、そうですね。上半身だけ港区女子です、今年も。去年も港区女子やったけど、大阪の港区やったもんな。はい、あれ、うん、港区違いやったもん。今年は本場の港区です。はい。まあ今日パパおるから大丈夫や。パパ、去年パパでしたもんね。誰？店長。俺かよ。ま、今年はもうみんな結構目星つけて来てるんで。そうですね。はい。また原宿着いたらカメラ回したいと思います。はい。ときとオレンジストリートに到着しました。あれ、原宿って言ってなかったっけ？あ、原宿の中のオレンジストリートに。あ、原宿の中のオレンジストリート。裏原やで、ここ。あ、そう、裏原。裏原。かなり裏ですね、もう。1年ぶりの裏原ということで、はい、はい、ここが私のアナザースカイ。あ、去年も言っとったな、なんか。うん、ありがとうございます。あ、カメラマンさん大丈夫ですか。あ、大丈夫ですか。はい、じゃあ今日もね、はい、いっぱい買い物していきたいと思います。もう今日こそはもう気合入ってるからな。もう爆買いしていくから、ほんまね、店長。お、任せろ。しゃー、任せろ出ました。じゃあ爆買いしていきます。はい、写してください。はい、ノースペースです。ちょっとね、ダウンが欲しくて散財してきます。レッツダウン。いやー、いっぱい買った。よっしゃ、買ったぜ。
買いました。ダウン行っちゃったかい。シンプルなダウン欲しくてダウン買いました。なんか便乗してなんか買ってるやん。買っちゃった。店長が似合ってるって言ったから速攻で買っちゃった。まあまあこれからまだあるんで次行きます。すいません、お姉さん終わってないですよね。ちょっと待って、終わってないですよね。切れました、切れました。え、切れました。会計しました。万引きかも。はい、今回ちょっと商談ルームにディフューザーを置きたくてこちらで調達したいと思います。はい、早速来ちゃった。いいよ、軽いんちゃう。もうめっちゃ軽いこれ。ほんまや。うん、もう軽々ここ行けるわ。行きましょうか。行きましょうか。よっしゃ、買ってきました。どんどん荷物増えていくな。これで商談ルームもいい匂い間違いなし。うん、いやこれめっちゃいい匂いやったなこれ。はい、うん、もうこれ次また他のとこ行くやんな。はい、じゃあ行きましょうか。めちゃくちゃ美味しい。ありがとうございます。めっちゃ出汁効いてますねこれ。飲み干せますこれ。え、これ何ヶ月作るか。お腹いっぱいです。昼食べてきました今。うどん美味しかったです。移転前にね、大阪ナンバーワンのうどん屋さんで、はい、いやずっとタイガが寝屋川にある上を向いてっていうラーメン屋さんがめっちゃ美味しいんですよって言うけど、いや俺はもう茂みやと言うとってんけど、ずっとなタイガに休みの日ちょっと食べに行ってくれってずっと俺懇願してたのに行かんかったよな。舐めとったんやろお前。まあ舐めてました。で、もうちょうど今週で移転するんすよ。で、もう最後食べ納めギリギリ間に合ったんで、はい、シェナはもうめちゃめちゃ感動しとったけどな。はい、美味しかったです。うん、タイガどうやった。めっちゃ美味しかったですけど、店長にもあっちをちょっと食べてほしいなっていう、ちょっと僕には比べれなかったです。うちのチャンネルそういう中途半端なコメントいらんから。はい、うん、もう正直、はい、もう君は下を向いておいてくれ。なんと下を向いて。え、セナどうやった。美味しかったです。うん、タイでしたっけ。タイが、え、タイのかまぼこでした。かまぼこでちくわ店。タイの、あ、タイのちくわ店。かまぼこじゃない、ちくわ店。美味しかったですな。あれもうセナうどん単品でいいですって言っとってんけど、お昼のセットにしてご飯もつけたって。はい、まあ今のところ順調にお買い物の方は、はい、なんか知らんけどタイがすんなりなんかダウン買っとったやろ。なんか思わないですね。うん、なんでなカットしようやな。で、うん、買ってない手にしときます。え、まだやんな。まだです、まだあります。はい、買いたいものはちょうどこの辺ですわ。去年ね、悪夢社長買い物は勢いっすよって、この梅田に向かう時タイガは言って、はい、凍りついたな、あの時は通るたびに虫塚走ってまあ前回そういうことがあったんで勢いで買いました、ダウン。まあでも良かったよ。はい、いや、いい、あと1着しかなかった黒が、あ、もうこれにしますって言って勢いですね、やっぱ買い物は勢いですよ。次はザギンデシース。今食べたばっかじゃないですか。もう食べれないですよ。うん、ちょっとここからが本番なんで、はい、ちょっと買い物頑張って梅田で、はい、ザギンで、あ、はい、ちょっとショッピング楽しんできます。はい、ここはどこですか。ザギン。ザギン、あ、ザギンつきました。いや、セナが今日のセナのメインここらしいねんけど、緊張してきた。絵画の後ろやな。え、ほんまに言ってます。え、え、ここ行くのセナ。行くらしいで。タイガ、もうこのままカメラ回してまで行こうぞ。いや、絶対ダメですよ。じゃあここで止めます。意気込み、意気込み、意気込み。買ってくる、うん、絶対買ってくる。買いました。ビトンを買いました。大丈夫かよ。買いました、念願の。でもこれみんなよう1年間みんなコツ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 貯金して、ここに合わせて投資に合わせてみんな用してるような。でも普通に考えたら。そうですね。やっぱこの日のために。時々飛ばしてもらっていいですか。え、時飛ばしてもらっていいですか。メンズ構え時飛ばし。こんにちは、夕方4時30分まで、夕方4時30分まで献血活動を行っております。ただいまのお時間こちらの動画やね。Yeah.
あ、これなんか懐かしいな、覚えてるぞ。こんなことあったな、行ってこよう。今からここ、メンズ館セダンを使用材をして行きたいと思います。寒っ。疲れたなぁ。疲れましたね。見て、すっかりもう、真っ暗や、うん。いや、もうそこもだいぶ真っ暗ですね。散財してました。はい。これはもう、俺ずっともう、買うって決めとった。あ、僕も決めてました。これジェントルモンスターってところの、はい。そうですね。ジェントルモンスターです。リリット。もうこれ買うって決めとってんけど。はい。背高いとってさ、なんか、近くに。お、これ結構いいっすね。うん。買っちゃってる。なっとったんか。あ、ユウこっち向いとった。ユウこっち向いてた。すごいすごいすごい。いいの。こっち。クリスマスや。綺麗。わあ。テレテンテンテテレテンテンテレテンテンテンテレテンテン。はい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 。今日でもタイガーが一番勝った？いや、はい、セナが勝った？いやセナかもしれないですね。僕はもうこれサングラスとあのロエベのパーカー買いました。おー、はい、もう僕は、あ、まずこのダウンですね、バルトロ。あー、ダウン買ったね。はい、スタートサングラス。着てるから映ってたの。以上。何それ何それ光ってるんだって。金色の。金のバッグ。はい。サンローランで、2つ買いました。おー。え ?2 つも買っとったの？はい、2つ買いました。ロエベでパーカー買おう思っとったやつ、ちょっともう決めとってんけど、はい。店舗に在庫なかった。あら。取り寄せてもらって。あ、取り寄せだったんですね。泣いました。まあでも。置いしときやろ、エベ在庫。そんなこと言ってパンパン入れとけや、クリスマス前の。何しとんねん。今年ね、本当にもう全然買い物とか行ってなかったんで、もう年末のために、年末のためにと思って、ちょっと予算貯めとったんで、これですね。マネークリップです。マネークリップ？はい。そう。もう一個。手持ちを一掃しようと思って、コインケース。カードも入るやつ。はい。おー、いったね。こっち買おうとしとったのに、女の、ちょっと小綺麗な店員さんにこれ乗せられて、はい、まんまとコインケースまで買っとったよ。いや、コインケースも買いたかったんですよ。なんか今、そうなん金額同じぐらいだったんで、一歩引いたんですけど、お揃えとった方がいいですよ、っていうなんか、うん、神のお告げみたいなのが聞こえてきて、あ、じゃあ買おうと思って。ちなみに、カメラマンさんは何か買いましたか？カバンと服を買いました。おー。セナは？私は、帽子と、財布と。帽子もな。あ、そうです、ね。全然予定になかった買い物、はい、セナめっちゃ知ってるからな。はい、あと、化粧水とか。ああ。いや、今年も一年お疲れ様でした。まだ終わってない。まだ終わってない。はい、だけど、来年、またこうやってみんなで楽しく弾けるように頑張りたいと思ってるんで。まあ、来年は、出れるように。はい。しっかり準備して、ね。はい。とりあえず、もう、腹ペコなんで、はい。打ち上げ行きましょう、はい、はい。ということで、本日は毎年恒例の爆買いということで、はい、みんなたくさん買ってきました。買ってきました。また来年も、頑張ります。はい、頑張っていきましょう。はい。本日の動画が良かったと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。お願いします。本日は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。